皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-758JP、私の部屋、オブジェクトクラス、セーフ、特別収容プロトコル、現在 SCP-758JP ビーチ店は車両止め、フェンスゲートにより一般道路と分断され、民間人向けに、私有地につき立ち入り禁止、という虚偽の掲示がされています。SCP-758JP 内外及び SCP-758JP ビーチ店には複数の定点カメラを配置し、これにより民間人含む許可なき立ち入りを常時監視し防いでください。侵入者には通常の警備スタッフが対処を行い、拘束の後、立ち入り経路など各種要項についての調書が取られます。侵入者が内部の異常空間に接触した際は、上記の手順に加え、適宜関係者への記憶処理を行ってください。説明。SCP-758JP は、SCP-758JP-A と識別される建築物を中心とした空間です。SCP-758JP-A の周囲は四方が木々に囲まれた芝生の広場となっており、SCP-758JP-A から伸びる歩道の先にのみ、唯一エリア外部の一般道路へと繋がる通路が続いています。便宜上、この通路と外部一般道路との合流地点は SCP-758JP-B と区分されます。SCP-758JP-B は現在三重県亀山市の鈴鹿峠付近、国道1号線から分岐する脇道として存在しているのが確認されていますが、当該地点は前述の国道を通行する人物にのみ認識され、上空から、また他のルートからの侵入といった形では SCP-758JP-B 地点及び SCP-758JP 区域を発見することはできません。SCP-758JP 内では GPS、通信機器が正常に作動しないこと、内部からの調査では SCP-758JP 空間周囲から先は一切起伏のない無制限の森林であるように観測されたことなども考慮し、SCP-758JP は一種の別空間に存在すると推測されています。SCP-758JP-A は3階建て、直径30メートルの円筒形状をした木造建築物です。側面部には一切窓が設置されておらず、上部にのみガラス張りの明かり取りがはめ込まれています。敷地の歩道と接する面にはエントランスが設けられ、店上のドアより難なく侵入を行うことが可能です。1階はソファやテーブルなどが設置された多目的スペースとなっており、中心部は3階までが吹き抜けています。左右に相応に配置された階段からは上階へと移動することが可能です。SCP-758JP-A の2階、3階部には、中心の吹き抜けをリング状に取り囲むようにそれぞれ18ずつのドアが配置されており、その一つ一つに、の部屋という形式で個別の男女の人名が彫り込まれた木板が取り付けられています。これはこれら36のドアすべてに存在し、記載された名前の重複、また空白のプレート等の存在は確認されていません。ドアはいわゆるユニバーサルデザイン、特に子供の利用を意識したと見られる衣装で設計されており、弱い力であっても容易に開閉することが可能です。これらの扉、またその奥に存在する空間を総称して SCP-758JP-C と区分します。SCP-758JP-C は本来、個別の部屋としては当建築物の構造上ごく小規模の空間しか持ち得ないはずですが、SCP-758JP-C はそれぞれが明らかに施設の直径や隣接する部屋の存在を無視した広大な内部空間を保持しています。ここの空間は構成要素から規模に至るまで様相が異なっており、一貫性は見られません。SCP-758JP-C は一つの大空間とは限らず、廊下やドアなどで区切られたここの部屋が内部に存在する例、主観上では屋外のように見える空間、さらには実在する別エリアと酷似した空間へと繋がっている例も確認されます。加えて、空間内には状況に応じた実在、非実在含む未知の人型存在及び動植物死等が多く確認されています。生物的、非生物的実態ともに、こちらからの破壊的行為は一切通用しません。以下のように SCP-758JP-C についての概略を部分的に略記します。識別番号 C1 から C36 までの詳細な記録は別紙 758JP-C 総覧を参照してください。SCP-758JP-C 概略抜粋。識別番号 C5。キータの酷似、内部空間の様相。酷似、山崎優也の部屋。様相、イタリアのスタディオジュゼッペ・メアッツァの選手控え室に酷似する空間。山崎、表記のロッカーとユニフォームが用意されており、J
着用することで外部グラウンドへの侵入が可能となる。スタジアムの観客席は歓声を上げて熱狂する未特定の観客で満たされており、グラウンドでは2013年時点のインテルナチオナーレ、ミラノと無作為の欧州サッカーチームと見られる人型実態が待機している。侵入者は前者チームのディフェンダーとして既存選手1名と交代し試合に参加。侵入者の経験や知識、技量によらず、当該人物の活躍によりインテル、ミラノ側の勝利で試合は幕を閉じる。識別番号、C14。キータの告示、内部空間の様相。字、田中美男の部屋。様相、西洋バロック建築の劇場と思われる空間。馬蹄型の観客席は清掃した人型実態によりほぼ満員となっており、舞台ではクラシックバレエの上演がされている。その内容は非常に高い質であると評価され、上演は盛大な歓声とスタンディングオベーションとともに終幕する。演者及び観客の顔ぶれは侵入した回ごとに入れ替わるが、主役級と見られるダンサーの三つ根に同一のアジア系女性が担当していること、観客席センターブロックに常時同一のアジア系の家族と見られるグループと、一人分の空席が存在することが確認されている。識別番号、C22。キータの告示、内部空間の様相。告示、岡山大河の部屋。様相、中世代と推測される環境が再現された空間。758JPC 群の中では最も広大な空間を保持している。行動を遮るような物理的障壁は存在しないものの、一定区域より先へは不可視の何らかの作用により進行困難となる。内部には当該時代の生物群、特に恐竜に分類される大型爬虫類の姿を取った実体が多数存在し、おそらくそれらが最も自然であろう形で活動を行っている。侵入者はこれらの実体との接触が可能であり、また侵入者に対してこれらの存在も反応を示す。ただし、実体との接触、襲撃またその関連事象により侵入者がダメージを受ける事例は現状確認されていない。識別番号、C29。キータの告示、内部空間の様相。告示、街道千尋の部屋。様相、ごく一般的な戸建て住宅の子供部屋に見える空間。ドアや部屋から出た廊下など随所にクリスマスを思わせる装飾がされており、さらにダイニングキッチンには大型のクリスマスツリーが建てられている。同室内には推定30代の男女に見える人型実体が存在し、侵入者を、まるで自分たちの娘のように、歓待する。当該人物が人型実体から差し出された料理を完食すると、続いて丁寧に包装された平箱を手渡される。内容は画材と子供向けのファッションデザイン書籍であり、問題なく外部に持ち出すことが可能である。識別番号、C36。キータの告示、内部空間の様相。様相、インタビューログ758JP2を参照。SCP-758JP は2000年、11月25日、亀山市内の交番に市内在住の倉田市から、長男が失踪した。という旨の通報が入ったことにより発見に至りました。当初、現場にいた倉田夫妻の証言から当事案は誘拐事件として扱われたものの、間もなくオブジェクト内の空間異常が発覚、追って財団の調査管轄へと移されました。倉田夫妻は、大竹、と自称する詳細不明の人物により SCP-758JP へ招かれたと主張しており、警察側での事前の聴取では当該人物について以下のような情報が得られています。ロングコートと中折れ帽を着用した、長身相区の高齢男性である。倉田家の所在地周辺に日常的に出没しており、倉田夫妻からは、近隣に住む顔なじみの知人、として好意的に認識されていた。口調や動作等から、その気質は温和かつ上品であるように見えた。以下は上記人物により SCP-758JP へ招かれた経緯についての、倉田氏へのインタビューに関する記録です。対象、倉田氏、インタビュアー、坂上研究員。録音開始。前略。それから家族で近くのスーパーのフードコートで昼食取ってた時、偶然そこに大竹が来たんです。俺はもともと顔見知りだし、嫁もさっき話した通りすでに面識があったので、いつも通りそのまま雑談などをしていました。息子に対しても、なんというか、そいつは自分の孫みたいに話したりしていたように見えました。具体的には、どのような会話をされたのですか？俺は、まあ、いつも通り、といったところでしょうか。会社だとか、家であったことについてとか、
新聞とかテレビのニュースで見た色々について、とか。嫁も似たような話でしたね。俺の会話に混じったり、あとはどんな仕事をしているかとか、家族はいるのかとか。あとは、息子がひたすらに宇宙の話をそいつに語っていました。宇宙？ええ、息子は、宇宙が何よりも大好きでした。将来の夢は宇宙飛行士です。で、時間があれば、買ってやった図鑑や宇宙の本をひたすら読んでたり、家のパソコンで、そういうページだとか動画とかを一日中でも巡っていました。欲しがる DVD とかもみんな、宇宙の不思議、とか、銀河の大冒険、とか、あとは宇宙ものの SF 映画ばっかりで。この前も、家族で尾鷲の科学館に行ったりとか、以前の連休は種ヶ島の宇宙センターまで足を運んで、その前も。大丈夫でしょうか？はい、失礼しました。それでそんな話をそいつにもしました。息子は宇宙が大好きで、将来は宇宙ステーションに住みたいなんて言ってるんです、と。それなら、と、そいつが一枚チラシみたいなのを出したんです。自分は建築関連の会社で役員をやっていて、ちょうど今、息子さんくらいの年代の子供を対象にした企画のモデルを探していると。その企画というのは？まだ計画段階という話でしたが、公園の中に子供のための隠れ家を作る、みたいな話です。アパートみたいにそれぞれ部屋を借りられて、そこをその子だけのための夢の場所にするのだと。今は試験的に一棟を作って、モデルも兼ねて子供たちに無償で提供していると。すでにほぼ満室にまで埋まっていて、その最後の一室をうちの息子にどうだろうか、という話でした。まさかそんな、すごい話が来るとも思わなかったので、俺と嫁は少し戸惑っていましたが。息子は、体を乗り出して、目も声も輝かせて、僕も自分の部屋が欲しいと大興奮していました。宇宙ステーションみたいな部屋もできるか？とか、窓から地球とか土星とかが見えるような部屋もできるか？とかそいつに詰め寄っていて、そいつは息子が夢見るものなら何でも形にすると豪語していました。それにまた息子は飛び跳ねて喜んで。そんなのを見ていたら、どうにも断りづらく、二人して同意してしまいました。ちょうど、来月にはクリスマスだから、息子には良いプレゼントになるんじゃないかって。本当に、迂闊でした。そして、先日25日に至る、といった形でしょうかね。はい、あとは細かな契約内容について念を入れて確認したり、マップが書かれたチラシと名刺を受け取って、25日に現地集合と。その集合場所というのは、こちらで合っていますでしょうか？あ、そうですね。確かここから入った先と書かれていました。国道の途中に、初めて見る脇道が急に出てくるので、試験的なものとはいえ不思議な場所に作ったものだと思いましたね。ありがとうございます。先ほどの続きになりますが、倉田さんが SCP-758JP、あの開けた空間に着いたところからの流れも教えていただけますか？はい。車で入った先に、そいつが一人で立っていました。車から降りた後はいつも通りの雑談や、ここの説明なんかをされながら、中心の建物に案内されました。中は明るい感じで、みんなで小さなホテルみたいだ、なんて話していました。2階の一番奥の扉まで来てそいつはここに息子の部屋を仕立てるから、30分ほど下のソファで待っていてほしいと言ってきました。息子と何か内装の相談でもするのかと、俺たちはそれに従いました。その、息子を連れてそいつが部屋に入り、俺と嫁は、下の広間におりました。だいたい30分とかした頃に、上からそいつに呼ばれました。行ってみると、いつの間にかちゃんと息子の名前を彫り込んだ看板までできていて、そいつは俺らに披露するようにドアを開けました。そしたらびっくりするくらいの広い空間が、まさに、息子が夢見ていた宇宙ステーションのような光景で、ドアの先に広がってたんです。よく息子が自由帳とかに書いて俺に見せていた、それにそっくりそのままの。大きな窓からは星空とか、地球とかが見えて、どう考えたってほんの数十分で用意できるもんじゃないし、以前話したところからあらかじめ急ピッチに仕込んでたって、あんなすごいものはできないでしょう。なんかのテレビのドッキリとか、もしくはまるまる俺の変な夢か何かかと思いましたが、中に進んだ時の空気感とか、靴裏に感じる章の硬さはどうやっても本物にしか感じられませんでした。どうしましたか？今俺が見て考えてるこれ自体全部夢か何かなんじゃないですかね。
変なじいさんにおかしな公園のおかしな建物に案内されて、どう考えたって作れないような部屋見せられて、こんなへんてこな場所でインタビュー受けてて。もう、こんなのありえないっていうか、俺頭おかしくなって長くてリアルな夢でものんきに見てるんじゃないかってもうずっとわけがわかんなくて。この変な夢から覚めるためにも、今はどうか落ち着いて、あなたの経験した出来事を教えてください。あなたの覚えていることは、私たちがこの出来事を解決するための重要な糸口になるかもしれないのです。そのためにも、どうか。どこにも、見えなくて。何がですか？その部屋は、まさに息子が夢見ていた空間そのものでした。でも、それなのに、見渡すどこにも息子の姿はありませんでした。どこかに隠れているような気配も、全く。嫁は息子の名前を呼んでいましたが、やっぱり返事もありませんでした。それで、後ろで立ってた大竹に息子はどこかと聞いたんです。あたりをあちこち見ながら、振り返らず。そうしたら、なんと？小さく笑って、たった一言。今、あなた方の目の前にいるでしょう？と。それは。振り返ったとき、ドアの前には誰もいませんでした。慌てて外に飛び出してもどこにもあいつの姿がなくて、背後にほんの1か2メートルくらいしか間がなかったはずなのに、まるでその場で消えたように、足音どころか動いた音すら感じませんでした。嫁と二人で、狂ったように息子を探して、息子の宇宙ステーションを走り回って、はぁ、窓の外の宇宙とか、体が浮いたりとか、どう考えたってなんかがおかしくて、建物の中も、外も、片っ端から飛び込んだ他の部屋もどこにもあいつや息子の姿はなくて、電波も電話も通じず、外に飛び出して、嫁をそこに待たせて俺は元来た細道を全力で駆け戻って、そこでやっと携帯が通じて、すぐに近場の交番に連絡を。それで、警察が来て、案内して。あとはおそらく、あなた方の知るところなのではと。ありがとうございます。何でしょうか？息子は、K は、見つかりますよね。こんなたくさんの人たちが探してるんですから、それにあいつの人相も会社も名前もわかってて。絶対、無事で帰ってきますよね。全力を尽くします。それと、一つだけ最後にお伺いしてもよろしいでしょうか？何でしょうか？大竹、が最後の発言を投げかけたとき、あなた方は何を見ていましたか？多分、特に何かを絞ってみてはいないですね。俺は、部屋の右の空間の方を、嫁は多分、正面あたりをまっすぐ。ありがとうございます。これでインタビューを終了します。お疲れ様でした。録音終了。倉田夫妻はオブジェクトの根幹に関わる人物と接触した重要人物として、現在財団管轄下の施設に保護されています。近隣住民には疾病治療のための転居という虚偽の情報が流布されました。消息不明の倉竹長男については現在も調査が続けられています。ホイ1、上記の証言により、SCP-758-JP と同種のオブジェクトが他に存在、あるいは今後出現する可能性が指摘されています。加えて、SCP-758-JP-C に記載された人名、またその内部の様相についての追調査を行ったところ、その過半数が過去数年間に発生している日本国内の行方不明児童と一致を示しました。これにより発覚に至る以前の SCP-758-JP-B 地点が県内外の他の地域にも存在していたとの推論がなされ、担当チームが調査を続けています。オブジェクトクラスの変更は現在議論中であり、未定です。ホイ2、インタビュー終了の際、倉田氏は大竹から受け取った名刺とリーフレットをまだ所持しているとして、これを担当職員に提出しました。しかし、提示された用紙は共に白紙であり、何らかが印字されていた形跡は一切確認できませんでした。倉田氏が記憶していた紙面の内容についても、インタビュー以上の情報は得られていません。以上です。いかがでしたでしょうか？それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。